はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていくテーマはこちらということで、本当ものなりということになります。本当ものなりということになるんですけど、本年具ということになります。はい、本年具。はい、本当ものなりということになるのはどういうことかということになるんですけど、米を納入しましょうねということになります。で、江戸時代の場合は村を単位で納入します。今違いますよね。今所得税とか個人単位で、まあでも会社単位ってもあるからな。会社単位で要するに請け負うっていうのは、まあ江戸時代の流れな、名残なのかもしれないですね。はい。なので、個人単位で、個人単位には村単位でちゃんと納入しましょうねっていうのが本当ものなりということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。